ユホクスティ・パーシキビはフィンランドの第7代大統領を1918年と1944年から1946年に首相も務めた。50年以上にわたってフィンランドの経済と政治に影響を及ぼし、特に第二次世界大戦後のフィンランドの外交政策ではソビート連邦との関係を改善し、その友好関係を維持する方針は、 パーシキビ路線と言われる路線の基礎ともなった。何度もフィンランドの紙幣の背景になっている。フィンランドの三大大統領の一人であり、丸っか立ての紙幣には今でも乗っている。1870年、ユーハングスタフ・ヘルステンは当時のハメ州のコスにいて商人であったアーガスト・ヘルステンとカロリーナ・ウィルヘルミナ・セリンの息子として生まれた。ユーハンが名前を ユホクスティ・パーシキビというフィンランド語風に変えたのは1885年のことである。彼は14歳で孤児となり、おばに預けられた。若い頃の彼は熱狂的な体操の競技者だった。ハメンディーナで基本的学習を受けた後に読書に打ち込んだ。1890年にヘルシンキ大学に入学すると、学士の学位を得て2年後に卒業した。 1897年には法学者となった。この年には彼は結婚しており、4人の子供を設けた。1901年になるとパーシキビは法学博士となり、1902年から1903年の間にはヘルシンキ大学の助教授になった。ヘルシンキ大学の助教授の座を去ってフィンランド、大公国の大蔵省の長官になり、1914年まで、 その職を務めた。この後、彼は人生の多くをフィンランドの政治のために働いた。彼はロシアで行われていたロシア帝国内でのロシア語統一というロシアのハンスラブ政策に抵抗し、フィンランド内閣の自治と独立を支援した。彼はロシア帝国のフィンランド対抗国で働いていたが、ロシアの反生産的で過激で潜在的な攻撃性に気づき、 この歩みに対立して、フェノマン党やフィンランド党の将兵を承諾した。1907年から1909年、1910年から1913年に、彼はフィンランド党員として国会議員を務め、1908年から1909年にかけては内閣にも入閣して、財政部門の長官になった。第一次世界大戦の間、パーシキビは、 フェノマン等の従順な路線に不信を抱き始める。1914年に大倉省の職やその他の公職を辞して公の身分から身を引いた。彼は関西リスオサケヘパンキの長官になり、1934年までこの職を続けた。また、1915年から1918年にはヘルシンキ市議会の議員も務めた。 ロシア帝国が2月革命を終えた1917年、パーシキビはフィンランド対抗国の近代化の立法を行うための委員会に指名された。最初に彼はロシア帝国内での自治権の拡大を支援した。連立内閣でのパーシキビは社会主義革命に反抗し、大きすぎる自治目標のために起こるであろう無駄な争いは避けようとしていた。 しかし、ボルシェビキの10月革命が起こるとパーシキビは、フィンランドを立憲君主制の完全独立国として、独立させることの擁護者になった。フィンランド内戦の最中、パーシキビは断固として、白軍側につき、1918年の5月から11月には、首相として、フリードリヒヘッセイを王とする、立憲君主制国家の設立に努力した。 フィンランドは王を擁立することによって、ドイツ帝国の支援を得て、ボルシェビキのロシアに抵抗する政策見積もりを立てていた。しかしドイツは大戦に敗れ、フィンランド王国建国の方針は廃棄され、三国協商に目くじらを立てられないように共和国を設置する方針になった。パーシキビは再び職を辞して、KOP に戻った。パーシキビは保守主義であり、 内閣の社会民主主義者や議会の共産主義者に強く反対していた。彼は曖昧にファシスト主義的なラプア運動を支援しており、この運動を過度に評価し、左翼に反対していた。しかし、結局ラプア運動がさらに急進化し、リベラルな大統領であったカール・ロイ・ホスト・オルベリを誘拐する事件が発生すると、急進的右翼とは距離を置くようになった。 1934年に彼は保守派の国民連合党の党首に就任し、民主主義の擁護者として、ラプア運動のマントサラ反乱でのクーデターの失敗によって失墜した保守主義全体への会議と疑いを払拭し、国民連合党の信頼回復を達成した。1931年にパーシキビは妻を失い、1934年に再婚した。 この時彼は政治を諦めていたが、説得させられ、スウェーデン大使を受けることになった。この時には、スウェーデン大使はフィンランドで最も重要視されていた。この頃ドイツは、権威主義に変わり、ポーランドとエストニアはソビエトに脅され、ますます孤立していた。国際連盟の緩やかな崩壊の後に、イギリス、フランスは、ますます無関心主義に変わり果て、 フィンランドを支援することのできる政府はスウェーデンのみになっていた。ラプア運動の後にパーシキビとマンネルハイムは保守的な党に入り、どうしたらスウェーデンの支援を得られるか議論した。ストックホルムでパーシキビはスウェーデンの防衛保障を手に入れるために努力した。パーシビキはフィンランドとスウェーデンの防衛連邦化か,か防衛同盟の二者択一を迫った。 フィンランド内戦からの間フィンランドとスウェーデンの関係は冷え込んでおり、スウェーデンは第一次世界大戦後に議員内閣制の導入、民主主義によって革命的な混乱に襲われており、社会民主主義者に有利な情勢になっていた。しかしながらフィンランドは悲惨な内戦の結果、社会主義は崩壊していた。パーシキビがストックホルムを訪れたその時にフィンランドで ペールス・ビンフ・ビューがパーシキビの参加している保守党からの圧力を受けて議員内閣制に権を持ち社会民主党員を内閣に指名しなかったことがスウェーデンに知られるようになった。この噂は1918年のフィンランドの立憲君主主義、1932年のラプは暴動などでパーシキビや彼が関心を持つ組織に疑いを持っていたスウェーデン与党の社会民主党に 対して悪評となった。パーシキビの努力、キュオスティ・カッディオの大統領当選によって事態が確実に改善した。カッディオ大統領は議員内閣制を認め、社会民主主義者を内閣に指名した。しかし、それでもフィンランドとスウェーデン間の疑いは強かった。冬戦争の間はスウェーデンはフィンランドへの協力を考慮したとはいえ、それは遅く、過不足。 圧倒的に不足していた。スウェーデンはまたソ連に宣戦線せず、正規兵も送らなかった。これはフィンランドにとってもパーシキビにとっても、ストックホルムでの仕事が失敗したことを明確に表している。冬戦争の前夜、パーシキビはフィンランド代表としてモスクワへ交渉しに向かった。パーシキビはソ連側のいくつかの要求は飲むと提案したが、 スターリンの考え方を変えることは叶なわなかった。戦争が勃発するとパーシキビはリストリティ内閣に政治アドバイザーの無人諸大臣として入閣した。最後には内閣をリストリティ、バイのタンネルと共に指揮する三党政治にまで発展した。また、休戦と平和のためにモスクワで交渉を続けた。モスクワではやむを得ずヘルシンキでの極秘決定と離れ、 ドイツの援助でソ連に報復する動きに反対し職を辞した。パーシキビとその妻1941年夏継続戦争が勃発すると彼は自ら回顧録を書き始める。1943年にドイツがソ連軍に敗退を始めるとフィンランドは危険な状態に陥った。しかし彼のドイツへの批判姿勢は1940年から41年には よく知られておらず、彼が最初に先導した平和への交渉は、マンネルハイムとリストリュキからあまり良い評価を受けなかった。戦争が終わるや、いなや、マンネルハイムは、パーシキビを首相に任命した。この内閣にはフィンランドが共産権に入った後の最初のことでありウルヨレーノも入閣した。パーシキビは、現実主義になっており、25年前当時の考え方とは、 思想が異なっていた。彼の主な仕事はフィンランドがソ連に脅威を及ぼさないことを説明した上で、両国が必ず平和的な関係を築けると立証することであった。彼は戦争犯罪の裁判を含むソ連の多くの要求に応じた。マンネルハイムは職を辞し、議員内閣はパーシキビを大統領に任命した。この時パーシキビは75であった。 大統領としてのパーシキビの功績は、フィンランドの外交関係が最も目立つ。安全で安定的な平和、広範囲で活動の自由に挑戦した。パーシキビは、すべてのビジレークや本音は別として、悪い運命を避けるためにはフィンランドは超大国の政治に順応し、ソ連との条約に調印しなければならないと結論づけた。フィンランドは、 ソ連と友好協力総合援助条約を結び、その代わりにフィンランドは安定を得た。これがパーシキビ路線なるものであり後のフィンランドに大きな影響を与え、この路線は長く守られ定着していった。これがフィンランド化としても有名になった。パーシキビは1950年の再選挙でも大統領の座に就いた選挙人団票300票のうち、 171票を獲得して当選した。彼の2期目の重要事項は国内政治の中央集権化であり彼の第一期大統領の期間とは大きく異なっている。スターリンが死んでから彼の仕事の負担は減った。昔も運動家であり体操選手であったパーシキビはスポーツを愛し楽しんだ。彼の人気中には1五十二年ヘルシンキオリンピックが開催され、 開会宣言を行った。パーシキビ第2期の6年の終わりに、フィンランドは敗戦で生じた、政治問題の最も緊急的な課題は片付いた。カレリア引き上げ難民の問題解決、戦後賠償、ヘルシンキにあるポルッカラ海軍基地駐屯兵への配給も1955年には終えた。1956年に第2期が終わると再度選挙には出馬しなかった。パーシキビは、 ウルホ結婚年に大統領の座を譲り、1956年3月1日にその任期を終えた。パーシキビと結婚年は二人で35年間に渡り大統領を務めた。この年の12月、長年書いていた回雇録を書き終える前に死去した。85歳だった。ありがとうございます。